喜んでくれて嬉しいわ。まずいわ、きっと船ごと私たちを沈めるつもりよ。ねえルフェイ、あの大砲は飾りじゃないわよね。弾を込めれば使えるとは思うわ。そうと決まれば弾を探すのよ。弾があれば大砲が使用可能になるはずよ。ひとまず船を守ることを第一優先よ。あの触手の攻撃をやめさせないと。何でもいいわ、攻撃を集中させて船を守るわよ。まだ油断できないわ、気をつけてね。ちょっとモルガナ、まだ沈まないわよ。一筋縄ではいかないようですね。こちらの部隊を船に直接乗り込ませましょう。いいわね、お前たち働いてきなさい。あら、あれが本体なのね。触手だけじゃないのね。少々手こずっているようですが、まあ大丈夫でしょう。シャッハー、なんか出てきたわ。これはデビルフィッシュ。それはタコ。これってピンチなんじゃないかしら。キッド、落ち着いて。まだやられたわけじゃないのよ。キッドもあなたもいるんだから、こんなところで負けるはずはないわ。それもそうね。
そんじゃこの怪物退治をしましょうか。準備はいいわね。行くわよ。本体にダメージを与えないとダメみたいね。船もだいぶやられてきているし、持つかしら。え、船壊れちゃうの？そんなの嫌よ。きっと船の心配もそうだけど、自分たちの心配もしなさい。分かってるわよ。私の船のためにもあいつを倒すわよ。波に気をつけて。押し流されて船から落ちたら一巻の終わりよ。こんな荒波、私はへっちゃらだわ。踏ん張って耐えてみせるわよ。波に気をつけて。押し流されて船から落ちたら一巻の終わりよ。こんな荒波、あたしはへっちゃらだわ。踏ん張って耐えてみせるわよ。波に気をつけて。押し流されて船から落ちたら一巻の終わりよ。こんな荒波、あたしはへっちゃらだわ。踏ん張って耐えてみせるわよ。やられちゃってるわよ。どうすんのよ、追いつかれちゃうじゃない。キッドが報酬ケチるからですよ。あれでまだ少ないっていうの？もういくら払えばあいつら倒せたのよ。あなた本当は嘘ついているんじゃないでしょうか。ぎくり。そんなことよりこのままでは追いつかれてしまいますよ。まずいですね。私は船に魔力を補充しますので、これで。あ、こら、待ちなさい、こら。ちょっと、あんたらも何とかしなさいよ。何を言っているのかしら。ほとんど役に立ってないくせに偉そうなこと言うんじゃないわよ。当分給料はなしよ。今まで稼いだ分きっちり働きなさい。だいたいモルガナにばっか支払ってて、もうそんな余分なお金なんてないわよ。金の切れ目が縁の切れ目ってやつですね。きっとお金で人は操れても人の心はつかめないのですよ。知らなかったのですか。大丈夫ですよ。きっと私はついていきますから。さあ、やつらが来ます。迎え撃つ準備をするか、早く逃げましょう。ヤッフー、なんとかなったわね。あんたもなかなかやるわね。さすが私が見込んだだけのことはあるわ。さあ、向こうの船に接近して乗り込むわよ。了解。乗り込むのね、きっと。船を寄せるわ。しっかり捕まっててね。きっと敵陣に乗り込むのはいいのだけれど、勝算はあるのよね。ないわ。でもあいつらにはガツンと言ってやらないと気が済まないのよ。乗り込んだ後は乗り込んでから考えるわ。ルフェイもあんたもいるんだから、なんとかなるでしょ。そうだったわ。この子はこういう子だったわね。
あなた、キッドのことちゃんと守ってあげてね。私も魔法でできる限り援護してあげるから。ついに私の船まで乗り込んできた。戦闘開始よ。なかなかやるじゃない船長さん。あなたみたいな偽物に負けてなんていられないわ。あなたなかなかいい素材だわ。やはりこっちの道に来るべきだと思うのだけど。あら、褒めてくれるのは嬉しいけれど、そっちの道に行くだなんてまっぴらだわ。私には戻るべき、帰るべき場所があるのだから。それとあなたを倒さないと私は自分を乗り越えられないのよ。あなたの中の心の闇が解放される時が楽しみだわ。私はお金とこの力で世界を手に入れるのよ。いいわよいいわよ。さあもっと楽しみましょう。私がこんなところで止まってる場合じゃないのよ。どうやら私の方が一枚上手だったよね。私がここまで追い詰められるとは。やはりあなた最高だわ。何を言われようがあなたと一緒に行く気は私にはないわ。何が間違っていたというの。こんな奴に負けるだなんて。あんたの思いは強かったと思うよ。でもやっぱ海賊としての思いは私の方が上だったってことかしら。お金や力も大事だとは思うけど、そればっかりじゃね。海賊ってのはさ、もっとこう豪快で、仲間は家族で冒険なのよ。意味わかんない。なんでかな。海賊ってそういうもんでしょ。いいじゃない、わからなくったって。あんたの中の海賊がそうであるように、私の中の海賊っていうのがあるのよ。それじゃダメなの。こういうものだからって従わなくちゃいけないわけ。そんな押し付け、私は真っ平だわ。押し付け、そうね、考えは人それぞれよね。ならもう私は何も言わないわ。私はこの海賊の道を突き進むまでよ。あんたもその自分の中の海賊ってものを突き詰めればいいじゃない。言われなくたって分かっているよ。私は私が思うままに突き進むのよ。余計なことを。私も諦めないわよ。あなたは必ずこちら側に戻ってくると信じ続けるわ。あなたが信じ続けるように、私ももう二度とそっち側に行かないという強い意志があるもの。私の心の奥底にあるかもしれない闇は永遠に封じ込めておくわ。意志は固そうね。でも闇があることは否定しないのね。ええ、そうよ。だってそれを含めて全て私だから。全て自分。抗い続けられるといいわね。偽物ごときにここまで言われるのも何か悔しいわ。でも最後に勝つのは私なのよ。あっ、宝の箱。そう、
のよ。最終的にこれを手に入れた者こそが真の海賊ということよ。それじゃあね、行くわよマルガナ。私はあなたのそういうところ好きよ。私が駆け出しの海賊だった時もあんな感じだったのかも。自分が正しい、それが全てだって思っちゃうのよね。何が正しいかの人それぞれなのよね。なんだかんだであなたには感謝しなきゃね。人もそれぞれ、海賊もそれぞれってね。そりゃ考えだってみんな違うわよね。そうね、みんな違った思いを持っているけど、私の中にあるものはダメね。あれも含めて全部私だって言ったばかりなのに、ああなってはならないという反面教師として生きていかなきゃね。そんな重く考えなくてもいいんじゃないの。ああいうルフェもたまには悪くないんじゃないかしら。あら、本当にそれでいいのかしら。あなたはどう思う。それと結局あの箱の中身は何だったのかしら。今日は疲れたわ。中身なんてどうでもよくなっちゃうくらい頭と体を使った感じだわ。早く帰ってプールにでも浸かりたい。そうね、私も魔力を使いすぎてしまったわ。きっと戻ったらとびきりのリンゴ覚えているわよね。うん、覚えてる覚えてる、忘れてないよ。ちょっとあんたどうしよう、どっかにヒーリング売ってるお店知ってる？今日は働きすぎたから、あなたにも何かしてもらいたいわね。お姉さん、マッサージしてもらいたいかも。あー、ちょっと待ってよルフィ。こいつにもさ、リンゴ頼みましょうよ、ね？ダメよ。キッドからはリンゴをもらうけど、あなたからは別のご褒美がいただきたいもの。わかったわよ。戻ったらキッド様がビキリのリンゴを用意してあげるわ。どうせならみんなで食べられるくらいたくさん用意してあげるわよ。あら、それは楽しみだわ。さあ早く戻りましょう。とびっきりのリンゴも待っているわ。キッド様に任せなさいよ。他にあったかな。